本庄第一中学校、高等学校は、埼玉県本庄市人種にある私立の中学校、高等学校、男女共学。設置者は、学校法人塩原学園、前身の塩原裁法女学校にちなむ。昭和14年に、本庄高等火星女学校と改称した。後に、昭和32年本庄火星高等学校を、本庄女子高等学校と、 再び解消し、普通科及び家庭科課程を設置した。平成5年男女教学科に伴い、本庄第一高等学校となる。2016年4月1日には併設となる、本庄第一中学校が開校した。上記より併設の本庄第一中学校、開校により、現在の本庄第一中学校、高等学校に至る。2019年4月1日より、 新教育システム開始。新型コロナウイルスーズになり、ギガスクール構想が国の方で進みつつあるが、本校はそれ以前から ICT を活用した教育に力を入れ、クラウド上のデジタルキャンパスで様々な学校の連絡事項を教員が生徒に共有してきたが、その一環として、本庄第一中学校開校当時の2016年度から中学校は、 ICT 教育に力を入れ、中学校は2016年度入学生より、高校は2019年度入学生より、すべての新入生に一人一台のタブレット型パソコン端末の購入を入学準備教材の一つとして義務付けている。なので、新型コロナウイルスで休校になった時期にはいち早くタブレット型パソコン端末を持ち、Google クラスルームを活用し、オンラインでの課題配信。 また連動した Google Meet でオンラインでのホームルームや授業、担任との2者面談、さらにはオンライン部活などを実施した。全日制普通化それぞれ2019年度よりスタート。AI 類型は2021年度よりアドバンスト、スタンダードに分割。それぞれ2020年度よりスタート。それぞれ2008年度より開始されたが、2019年度の 新教育システム開始により募集停止され、2020年度をもって廃止された。お互いに響き生う学園を目指し、学園理念として、響き生という言葉を制定している。この理念を前提に毎週月曜に、響き生の授業を展開する。響き生の時間という集会を催し、決められたテーマに沿って校長が話をするほか、外部から講師を招き講演会を開くこともあるが、 新型コロナウイルス感染症渦になってからは、各学級担任が授業を展開することが多い。学級担任が霊法の学習も直接行う。2015年4月10日、韓国の警察は、ソウル市の東大門にある、ショッピングモール、ミリオレで集団万引きをしたとして、日本の高校3年生で、男子サッカー部に所属していた、 生徒22人を検挙したことを発表し、同日中に、それが、当校の生徒であることが発表された。生徒らは3月27日に、韓国の高校との親善試合のために奉還しており、帰国前の自由時間に9店舗から、ベルトや財布など、約70.252万本相当を盗んだ。当該生徒は4月2日から4日にかけて、 韓国に裁縫して、盗品を介して謝罪し、学校側は4月6日付で22人を自宅禁止処分、監督を1ヶ月間の指導停止とした。生徒らは動機について、友人らへの韓国土産のつもりだったと供述したという。4月24日、学校は新たに6人の関与が判明したこと、万引きに関与した29人に無期限定額以上の、 処分を下しボランティアなどを促したこと、男子サッカー部監督の男性教諭を懲戒解雇、同ー地で引率の教諭を停職1ヶ月の処分にしたことを発表した。両教諭は新たに関与が判明した7人のうち3人の関与を知りながら学校に報告していなかった。また、監督は再訪還する際、大量の商品を監督一人で運んで、 税関などを通過できるか不安だったとの理由で、投品を生徒それぞれに持たせ、正確な点数を把握できないまま警察に没収され、また、取り調べに立ち会った通訳が、誰が何を何点盗んだのかを記したメモを作成したが、それを回収せずに帰国したため、学校は一度目の会見で、投品数を約40点と、警察発表の約70点と大きく異なる発表を行った。 監督は、産経新聞の取材に対し、いいねを払いさえすれば、時短にはなるのだから払った方が良いというアドバイスも、あり、とにかく終わりにしたかったとの思いがあり、なぜその金額かは考えなかったとコメントしている。サッカー部は、関東大会県予選とインターハイ予選を辞退した。犯行発覚後、サッカー部員が、ツイッターに、カラオケに行くと投稿し、ネット上で、 批判の対象となった。さらにネット上では、同校の生徒は他の場所でも万引きをしているという噂が出回ったが、学校側はこれまでそこを不良な点はなかったと否定した。2016年秋の大会後、2年生の部員8人による部内暴力、飲酒、喫煙があったとして、2017年2月15日から同年7月7日まで日本学生野球協会により、 対外試合が禁止された。また、8人は、第99回全国高等学校野球選手権、埼玉大会への出場が認められなかった。事件後、2人が、自主退学し、6人が部に残り、監督によると裏方に徹して、練習を手伝っていたという。なお、部は、対外試合禁止の間は、週末に、紅白戦を行って、実戦練習を積み、 2017年7月9日、約8ヶ月ぶりの対外試合となった第99回全国高等学校野球選手権、埼玉大会1回戦で、慶応式に7対1で解消した。本庄第一中学校を運営する、学校法人塩原学園が、格安購入の条件であった建物の取り壊しを、行っていないことが2018年12月に、発覚した。 その後、同学園は解体する予定だった建物の一部を解体せず利用することに方針を転換した。これにより、県は新たに約5,542万円を同学園が支払うように契約を変更する方針案をまとめた。JR 高崎線本庄駅北口より、スクールバスで10分本庄駅より徒歩で約40分現在、通学一期の伊勢崎、玉村、大田、 藤岡、上川、小玉、よりい小川、目沼、長皆港、秩父、本庄駅北口より、直接、スクールバスを運行中。スクールバス運行地域拡大計画進行中。実施がいつになるかは未定。全方面スクールバス利用料金無料運行。2022年度より、小川方面バスは廃止予定。詳しくは、学校 HP を参照のこと。 ありがとうございます。